こんばんは。深夜のコソコソ話。今回は FX オリガルヒのことでございます。まあ、FX オリガルヒのことをね、ここでお話しするのはまあどうかなと思いますけども、たまにはね、たまにはいいでしょうということでございます。で、今回 FX のオリガルヒのね、感想をいただきましてありがとうございます。え今回いただいた感想の中に、あの、資金の大きさっていうのがありました。これはね、実際私がまだ FX に慣れてない頃とか、それから、 資金がない頃ね、FX に振り向ける資金をたくさん確保してない時に、まあ当然ですけども、ロットを絞っていくわけですよ。0.01ロットとかね。で、0.01ロットで、まあ、エントリーすると、だいたい1時間とか30分とか15分みたいな小さな時間枠になってくるんですよね。やっぱりね、小さなロットで大きな 一日足とか一週間足っていうのはこれはちょっとエントリー難しいですよねさすがに、まあ、ですんで長い時間軸に行くに従って資金の量は大きく投じれる人になるんだろうなっていうのは想像に難くないんですけどもこれを改めて私が言葉にすることと私なりの経験を交えて言うと伝わりやすくなるんではないかなと思って今回講義の中に入れてるんですよねじゃあその中で私が資金がないそれからまだスキルがないって頃は当然ロットを絞って 小額ロットトででで行くようになると思いますますすあ10円トレードってやつですで実はこの10円トレードする人が数としては一番多いんだろうなと思いますだって資金もないしスキルもないときにいきなりね1ロット5ロット10ロットでいく人って言いますかねいやこういう人ってのはまあなかなかいないと思うんですよ、うん、本当に珍しい部類でしかも一瞬でポンと終わってしまうということで市場にはあんまり存在してないんじゃないかなと思いますでも資金が潤沢にあって何千万何億円とあってね それからあ投入するロットが10ロット20ロットっていう単位でいける人ってのはこれまた少ないですよね。ということで私が思ったのはこのローソク箸っていうのは太いものはですね少数のたくさんの資金を持ってる人が作っているものだと思いました。ついでに言うと1時間で見ても1時間でドーンと大きな陽線ができている場合でも陰線ができている場合でもそれは1時間に対してエントリーしたわけではなくておそらくね 1>, 1週間とか1ヶ月みたいな長期ポジションでドガーンと1000万2 0万っていう風な資金を投じてる人の繁栄ではないかなっていう風に考えないといけないところもあるんですよでここまででだいぶねロウソク足の見方って変わってくると思うんですよこの前提を元にしてないとロウソク足の見方を見誤るんですよねで引いて言えばヒゲのなんでヒゲができるのかなんでヒゲができないのかこの辺も見分けれるようになってきたのが私が今までね6年間積み上げてきた 経験なんですよ資金を増やしながらスキルを高めながら精神力を高めながら見ているとロウソク足の見方もどん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 変わってくるんですよでこれは講義の中でこういうふうに私もお伝えしてますけども実際に自分でスキルが上がって精神力が上がって投入する資金が増えていくとねこれ本当にあその通りなんだなってさらに分かるようになると思いますですので今の段階で私のお話が分かるってことは結構センスがあると思うんですよ 実際にやってみたらあなるほどっていうのがもっともっと分かると思いますで今回大きな資金がドーンと入りましたねこれは30分とか1時間で入ったかどうか分かりませんけども1時間側からするとこの大きな大要線がねいつ決済されるんだろうかっていうふうに警戒しながら小さなローソク足を見るから解説が多分独特になると思うんですよ通常テクニカルに純粋にいけばこういう解説にならないといけないのに多分多分ですよ 他の解説の方は、この概念をなくして解説するから、もうおかしなね、整合性の取れない、ついつまらないような解説になって、受け取る方は分かりにくいよ、分かんないよ、難しいな、終わりってことになっちゃうと思うんですよ。ですんで、どうしてこういう解説になるのかってことを、さらに保管していくための講義を追加追加追加していくことが、これからもね、私の FX オリガルヒの一つの特徴になると思います。えー、本当にね、私ね、 これから何年かかるか分かりませんけども、50代のうちにね、まだ49ですけども、50代のうちに、もうこれ以上はないような FX のコミュニティを作っておけないかなと思います。その第1弾が今皆さんが属してくださってる FX オリガルヒなんで、今ね、えー、一番低い価格でお送りしてますけども、 この私が今お話したような概念をどんどん積み上げていって、わかりやすくなればなるほど、当然ですけども、コンテンツの量も増えますし、皆さんとの関係も深くなりますし、実績も出やすくなるんでね、FX オリガルヒっていうものの入学金っていうのは、ますます高くなるんではなかろうかと思います。とりあえず、令和5年1月1日のセールスは49万8千円、ビタも問まからずっていうところで生かしてもらいます。そのぐらいのものにはね、仕上がると思いますんで。 というよりも今の段階でもう仕上がっていると私は思いますとということなんで、ね、ありがとうございまました今まで FX オリガルヒに参加してくださった方は非常にラッキーだと思いますがあとはこのスピードについてこれるかどうかでございますただついてこれると思います <laughs> 1週間に1回見ればね、あのー、自分の要点とするところを拾っていけるような講義の作りになってますのでそれからこれね私ね本当にすごいなと思ったんですよあのポータルサイト私無料で運営してるんですよ だからずーっとできるんですよ。実は。ね、でもですよ。ポータルサイトを有料で運営してると、サーバー維持費がかかるじゃないですか。そことの契約を、例えば私が切った瞬間にポータルサイトを消し飛ぶんですよね。私は無料のサイトですから、このまんま人類のサイトを3年先でも5年先でも10年先でも基本的には放置しておきますんで、どん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 追加していく作業はしますけどもね。サーバー維持費がかからないんで、多分未来永劫をこのね、 人類サイトは残るんじゃなないかなと思っておりますもしね何かの事情で人類から追い出されても YouTube チャンネルに全ての動画が残っていますので結局は私のこの動画コンテンツってのは失われることがないなというのが強みでございますそれでは深夜のコソコソ話にしては大きな声が出ましたけどもねありがとうございましたよろしくお願いします失礼します